まあ、その3といえば世間的な評価でいうと、まあ、あの異端とか、うんうん、まあ、カルト映画とか、まあ、奇祭という、まあ、まあ、いろんな言い方されてると思うんですけども、まあ、ある種ちょっとそういう存在が今に至ってこの4本年間に、ね、公開するともうすごい日本で一番売れてる監督みたいになってるわけじゃないですか、はいはい、これはご自分ではどういう感じなんですか。そもそもあの日本っていうのは異端というものに対する、つまり王道というものがちょっと多すぎ、あの高すぎるね、そういう意識が。例えば僕この前ノルウェー行った時にノルウェーの代表的な作家って言ったらムンクなんですよ。もう異端じゃないですか。そういうことも含めて日本はあのその異端的なるものは代表にしないようにするっていうこう一つの考え方があるような気がするな。だからどうしてもそのちゃんと人情の人情的な話をとか日本が恥じない、日本に恥じない国家的にも恥ずかしくない、うん、そういったものをわざと国を挙げての持ち上げ方をするようなそういうところもなきにしもあらずだと思うんですけど、うん、映画っていうのは日本の音楽とか、まあ、これごめん日本の小説とかというジャンルと違って絶対インターナショナルでなきゃいけないんですよ、うん、映画は、ね、映画は、まあ、他の分野はドメスティックでいいと思うんですけど映画はそういうことは許されないと思うんですよ、まあ、あとアートもそうですけど、ね、ドメスティックのアートなんて言ったってはとかいうもんじゃないですか、まあ、日本映画っていうにおける異端っていうことは全く意識してないしインターナショナルに出ればそんなほど異端でもないというか、まあ、どうなんだろう、あの向こうの人によく聞いてはないから分かんないけど、飛び抜けて異端ではないでしょう。もちろん。ちょっと明るく、ちょっとまだ明るくあんまり見てない。今日から
パスが高いから丁寧に描こうっていうのはもう、はい、そういうことじゃない。人生ほど高いもんないんだよ。人生の1秒ほど、はい、だって今2015年でしょ、うん、今一緒に今行くじゃないですか、はい、この部屋にこれさ多分5000万ぐらいの価値あると思うんですよ、うん、いやもっと高いのかもしれないけど、だから僕らが語ること喋ること、この今2015年で喋ってることっていうのは金に換えられない価値なんですよ。中でこうやってこうやって適当に撮ったんですよ。こうやってこうやることが別に何も形作ってないんですけど、こういうことでいいんですよ。これ高いキャンバスですよ。これを高いお金絵の具とこうやったから慎重に考えることなんです。ここから始まるんですよ。あ、やっちゃったなと思った。気づけちゃったでしょ。気づけちゃった。めっちゃ気づけちゃったな。でもこんなもんでしょ、思春期。これが思春期です。キャンパスの思春期です。やっちゃった思春期だな。もうなんか処女つまんねえ男とやっちゃったな。でやけくそになって、今手元にやけくその男を入れました。これがやけくそ第二なんですよ。ほら、た自分の人生にこんなに傷をつけちゃって、あらら、どうするんですか。緑とピンク、もう大変にもなってない、美しくもないよね。これをこうやって、あーもうダメだ、この人生は、このキャンバスを人生に例えたらこれもうめっちゃヤバいでしょ。美しくもないもんね。はい、どうするんですかね。この後行く癖が心配ですね。そんな時に叔父のそのシオンが吐いちゃいました。あらら、もうめっちゃヤバいじゃないですか。すごい人生になってきましたね。すごい人生です。すごい人生になってきた。もう気象いところがどんどん失われて、ピュアどころじゃないですよ。ピュアでもなんでもない、こんな人生はもう真っ暗、真っ暗人生ですよ。最初の男もこうやって断ち切れて、ピンク色もどん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 、あらあら、消えちゃいました。はい、でもなんか彼女はこのキャ、これが80歳のキャンバスだったら彼女はまだ希望を持ってます。まだ明るい人生があると思ってるんじゃないですか。この明るい人生のうちにもう手に取っちゃったから、これなんで別にどんな何でもいいけど、ほらほら、あらら、ものすごい高額なこの金のかかったキャンバスにこのような乱暴な津波が起きて、あらら、ひどいありさまですよ。あー、ひどい、もう絶対絶命。あらら、ひどい。でも僕からするとこっから始まりになります。これが18歳。もう最初ね、後ろ側にあるキャンバスのように美しく生きたかったけど、いろんなことがあってなっちゃったじゃないですか。こっからですよね。だからもうこっからですよって言いながら何もなんかいいことやるわけでもない。まあいろんな人はいいことやるけど、いいことやってもいいんですけど、じゃあいいことの 例はありますか。AKB に入りたいような女がね、ここにこう僕だったらこうね、こう気取った男をね、こうやってんで、まあですよ、まあ、作ってこれですよね、作ってですけど、僕今作りたくないです。でもこれが中1の時に気取った人生やったら、あら、同級生にいじめられて跡形もなくなった。さらにキャンバスが汚れちゃったよ。そういう時は何をしたいのかね、何をしたいんですか。もう究極ないですよ、こんな状態は。もうキャンバス見て、こう汚いこのキャンバスよいしょ、はい、おい、はいはい、書いてもないよ。
おい、ほら、これはいい絵か？どうなの？これいい絵の？ちょっとわからない。じゃあこっち来い。カモン、カモン、カモン、ベイビー。じゃあこれはいいやな。これはいいやな。これはいいやな。これはいいか。これはいいか。あ、じゃあ大島さん答えて。これは良くないです。良くないでしょ、はい、いや、いいです。いいですか。素晴らしいですよ。2014年の7月20日からやってます。で、今日なんと2月11日入ってます。もう半年、もう半年です。これはいい絵とかいい悪いとかそういうことじゃないんです。映画もそうですけど、ここから僕はもうじき7月の20日に行ったの。人間というのはいいとか悪いじゃないんです。描いて表現して生きることがいいことなんです。だからこれが7月20日になった時に、これはいい絵でも悪い絵でもない人生です。わかりましたか。だからこいつは7月20日までこのまま描くんです。別にいいとか悪いじゃないです。人間ってそういうものですから。だから僕はこれをこんなにどのぐらいどんどん扱ってるから毎日やってやろう。こうだ、ほら、こんなもんだ。お前なんかこうしてやろうか。バッバッ。おい、分かったか。どうも、監督の友です。これ何やるんですか。俺からプロデュースとかじゃないんです。プロデュースは最後です。そう、はい、締めてます。じゃあ、何だろうけども、何でしょう。まあ、一つ通しで、最後まで、事故もなく、そして、安全に、終わらせたいと思いますので、皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。陽子の血は青い液体になります。新33、同じく傷口を洗う特殊方便です。で、それからコンライターで陽管に入っていきます。森の中を歩く陽子の隣はスモークマシーン、アリでお願いいたします。福島県浪江町マリンパーク前の道になります。懐中電灯を持っていて、パラグライダー等で風を起こして枯葉が舞っているという表現になります。最近さ、
あんまりやる気のない映画が続いてたんで久しぶりで大丈夫ですか、そう、一生懸命やるつもりっていうのをどういうふうに今まで表現してたかなと思って分からなくなっちゃった。あ、久しぶりなんだよね、こうすごくよく健康的にはっていうかクリエイティブには的には良くない状況だ、こう選択されるよねこれでね。最近のこの藤原な仕事ぶりが赤をきれいに撮って赤をきれいに撮ってまたこれ終わったらエスパーというこう藤原なもうやめ、ああもうああやめやっとけよやっとけよだって台本読む気ねえもんね大丈夫ですか、こんな入っちゃうエスパー台本読む気ないあの、いつもさ、やる気のない間に限ってさ、すごい頑張りたいと思う言わないと言わないとって。しょうがないから頑張るバージョンってあるんですよ、その東京ドライブもそうだったけど、でもちゃんとその印で面白かったですよね。まあね、そうですけど、でもまあ心の底からっていうのはまあやっぱオリジナルですよね。これは特にあのお金集めて多少ビーズのセットまで作りつつあるところで中断したから非常に思い入れが強いですよ、一人過ごしは。あの今までの2001年宇宙の旅からずっと SF のいろんな映画の中のそのいわゆる宇宙服、宇宙船的に乗ってそうな服を着せないで割烹着みたいなね、その奥さん、シューがやってるようなあの格好させるのも面白いなと思ったんですよね、宇宙船なのに。だから意外と普通の格好ですよ、地味な。捨てられた自転車に乗って走った方がいいかもしれないなと思ったのは、無人の街ってあるストローク見せないと客観的だとね、なんかちょっと景色に見えちゃう。景色に、うん、だからこんなのカラオケのカットでも見えないことがないから少し、あの一緒に移動しないとすごくやっぱりいないんだっていう感は出ないかもしれないなと思って、この星は誰もいない。若い頃描いた根底なんだ。これは、ああそう、根底は自分が若い時21ぐらいです。これ脚本だけかと思ってました、これ一つ飛ばして。ああ、ここまであったんですか。あったですね、そんな時間あったんですか。めちゃくちゃ時間あったと思いますよ朝から頑張って、暇なんで。この時は福島っていう設定じゃないですよね。全然ないです、全くないです。だから、そうそう、今今年やるっていうのは、まあ、やっぱり自分の中で3月11日と掛け合わせた方が、より面白いことになる。数年前に書いた時と今読んでみて何かこう違うなとかないんですか。いや、やっぱりちょい気取ったとことか、うん、まあまだちょっと勢いづいちゃったとことか、うん、あるいはまあ時代のせいで、はい、まあそんなに大したことじゃなくなったところとかもある、うん、あともう一つはそんだけ映画が進化してくれたおかげで、うん、ぶっ飛びすぎてた台本がそこそこ
あの受け入れやすくなっているかもしれない。当時二十数年前はちょっと飛び行っちゃってる映画であるんだけど、止めろ。カッ。はい。はい。はすごい。いいですね。いいカット。オッケー。すごいいいカットが取れた。過去の自分が今やっと復讐に来たぞ、待ってたよって。じゃあ監督、あの例の企画の、うん、あの2つ目の方で、うん、いいと思います。え、向こうもそれで OK な感じ？とりあえずは向こうはとりあえずトリートメントをいただいてからっていうので、うん、どっちがいいとは言ってないんですけど、うんうん、タイトルは後からでいいでしょうか？はい。さよならから来た男、さよならから来た男、タイトル、あるいは女、さよならから来た女かもしれない。さよならから来た男にしとこう、で、かっこ女にしとこう、で、主人公は男か女、あの過去から来たのは男か女、今決めてない。どっちがいいかちょっと分かんない。さよならから来た男にしとこう、一応、うん、はい、女かもしれんと言っといて。女かもしれん。それで、路上でいきなり男と女が出会うと。出会うと。はい。ほんで、向こう、会ったばっかなのに向こうはさよならと言うと。うん。二人とも意気投合してるのにかかわらず、相手はさよならと。なぜさよならと言うと、さよならとしか言いようがないこの瞬間なんだと。で、君に会えたことは本当に、良かったと思ってる。最高だし、もうやっと会えたねって感じ。そんなの海外じゃ分かんない。やっと会えたね。これも全部偶然じゃないんだよ。でもさよならと、さよならとしか言いようがないって言って、何を言ってんのよという感じで始まりがあると。その最後の別れ際はどうしようかと思ってるんだけど、まあ金、ね、その終わりから来た、さよなら来た男が路地裏にちょっと
そっと消えたらいなくなってるか、バスが寮が2人の間を通り過ぎた時に、うちの日本のバスだと、あ、日本のバスでもいいか、横切ったら、あるいは電車でもいい、それが遮った途端いなくなるとか、そうやって終わると、うん、簡単にちょっとそういうようです、はい、すごい素敵なラブストーリーですよ、はい、でしょ、うん、俺もそういうのができるんですよいつももそんな散々残酷なこと誰かいます？ちょっとスケジュール当たるなら当たっちゃおうかな。当たっちゃおうか。地下アイドルでしょ。地下アイドル。海と染めたい。めっちゃ忙しい。3日だよ。秘密のその後。まずすごい覚えてるんですけど、一番初め最初、俺と二階堂ふみさんが呼ばれ、リハーサル室で本読みをやるっていう日だったんですね。で、それが一番最初の、まあ、いわゆる準備段階の始まりだったんですけど、で、行ったら曽野さんが遅れてきて、すっごい酔っ払ったまま来たんですよ。で、バッと座って、で、じゃあ始めてって言われて、2人がこう本読みをまあ始めたんですけど、一冊読んだんですよ。で、途中から寝てるんですよね、絶対にあれ、そもそもこれ多分寝てるなと思って、で、しまいにはこう横になってこうやって寝始めて、で、一冊読み終わって、でもまあ止めるわけにはいかないですし、こちらやっぱこう、いや、その師匠の映画にこう初めて出るし緊張してきてますし、したら読み終わったらファッと来て、あ、終わったって言って、帰っていいよっておっしゃられて、これはもうある種なんですかね、挑戦状じゃないですけど、これはもうこっから戦いが始まるんだろうなと思い私はでも覚えてないんですよね、まあ、寝てるなって気はしてたんですけど、それが酔っ払ってだったのかどうか、まあ多分酔っ払ってましてでも言うことはすごい的確でしたし、多分まあ何点ってつけられたんだっけ、染谷くんよりは低かったのを覚えてるんですけど、シーンシーンで本当こう苦しいこともあったんですけど、全て飲み込める気がしてたし、あと生まれ変わっていってる気にもなってたし、自分がこう、まあ、そのさんがとにかくお父さんみたいな感じで現場にいてくださってたので、なんか思春期の若い男女がそのお父さんがいるから自由にできるっていうか、なんかこう愛くるしい人だなって思える方ですね。なんか割と早くあのそのさんと共犯者になれたというか、やっぱなんだろう、そのさんが言ってくるアイデアは面白いですし、全然想像つかないですし、本当に突拍子もないことをアイデアがボンボン出るんで、自分もそれを面白がって、自分もいろいろ何かないかなってボンボンやってたら、2人でなんか結構楽しむようになる関係になれたんですよね。あのそのシオン役とかやりたいですもん絶対やりたいですよね。若い頃のその主演役とか絶対やりたいですよね。なんかあの暴れ方といいますか、なんか俺できるっていう自変な自信がおはようございます。いいですね。あ、ぼんぼりだっけ、これ。これってさ、回るとどんな感じです。あ、回ると。佐下さん。あ、ま、あんまりそんなに。あ、メリーゴーランド。
さに25年前に書いたコンテがこんな感じだったんですか、イメージは。本当にこの通りで、本当にこんな風にできるとは思わなかった。30歳でこういうがラブピーとかこういうの作ってたらちょっと天才系に歌われてたかもね。もっと超モテモテで。でももう今やこの年なんで。大島さんも来てるんで、はい、あ、ごめん、こんばんは、こんばんは、失礼します。あれ、これ何持ってったよね、あれ持ってったよ、怒られた。すごいスピードですね。そう、早く買わないと忘れちゃう、うん、さっき見たイメージはあれですか。そうですね。大体クリアしました。はい、できた。よし。まあ明日考えついても同じなんで、多分同じこと考えつくんだけど、うん、今日だけはちょっと。言いつつ明日また違うと思うんですけどね、今日だけ考えといても明日全く違うことになっちゃうんです。あんだけ絵コンって書いても結局違うこと書いてるんで、やっぱりそういうのはあると思うんですよ。泉ちゃん、お腹減っちゃった。なんかあるっけ？あ、昨日のうどんがあるよね。うん。家でも撮影の話とかされるんですか、お二人で？いや、これはあんまりね。そんなにしないし。うん。でも、うん、あんましないし。寝ちゃう。うん。特にしないな、そういえば。うん。僕のバイブです。そういうものが。ポンと置いてありますね。そうですね。時々読まれたりしますか。いや、なんか久しぶりに読もうと思ってまた買い、泉にも渡したんだけど、また買ったのって言われた。何回か買ってる。何回もよく何回も買う。
ろんなもの何回もから気に入ってるものを人にあげたり渡したりそのままになっちゃってて、その DVD とかも結構中身だけない。小説で映画に多いですか、それは。映画の映画もいいし、でも CD もある。CD もなくなった。音楽もめっちゃそういうの何枚も買ってたりする。でも割と同じものを繰り返すタイプ。もうすごい半数タイプ。半数する。好きなシーンを何回見せられたりしてさ、ね、酔ったら大体よく散歩すると同じとこで注釈する人いないですか。この屋敷はねって言って、はい、あの人ですあ、でもさ、飲んでもいいんですけど、そのなんか尿酸値が痛風になるのがね、それが一番しんどいですよね。飲んでもいいのよ、ただそれだよ、痛風ですよ。分かった、分かった、分かった、分かった。なんかもう切られた。すいません、すいません、すいません。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実際に初めて仕事をされたっていうのは、冷たい熱帯魚で初めてですね、はい、うん、最初はかなり緊張とかされたんですか。それはもうめちゃくちゃ緊張しましたし、うん、怖いですね。思い出したくない感じの、この追い込んで、うん、追い込まれて、そうですね、うん、追い込まれるっていうのは具体的にはどんな、追い込まれるのは、でもすごいその、私が今まで経験してきたこととかもう全部否定されて、なんか、なんだ、私は何者だか分かんないみたいな感じの、そんな今まで私が経験してきた辛いこととか悲しいこととか、そんなの全然、そのお前の演技ってお前のそのね、演技を見たら出てないし、そんなものなのかみたいななっちゃったんで、恋の罪の時はまたちょっと違う感じ。恋の罪の時、恋の罪の時はもう付き合ってたので、それまたそれはそれで違う、このきついなと思いますけどきつそうです。近しいからこそこう容赦なく、家族みたいな、容赦なく言葉を浴びせるじゃないですか、結構家族と。そういう女優としてもちゃんとしなきゃいけない、ちゃんとというか女優としても、なんかちゃんと監督が求めることやらなきゃいけないし、そこでも嫌われたらこうなんだろう、なんか付き合ってることももう解消されるじゃないですか、もう全部なんかプライベートも全部まとまってる感じ、だからそれがまた辛かった。考えるのもやっぱり感受性がすごいですね。そんな失礼な言い方ですけど、はい、その5年ぐらい前のことを今思い出して、そう、いやいやいやそんなにっていうのは、そうです、辛くなるなと思った。なんか分かんなんですかね、分かんない、思い出すとダメですね、ダメだなと思っちゃう。なんだろう、なんか分かんない、別に今なんか悪いことがあるわけじゃないですけど、なんかその頃もどうなんかすごい、あのなんだ、分かんない、一つ何か間違うだけでもうなんかなんだろうな、いや なんだろう何言ってるのか分かんないですけど、ちょっとなんかそこら辺思い出すと、なんかもうよくやったなと思います、自分のことと思っちゃう。ちょっとそれだけやっぱりあの監督と女優としてこう真剣に向き合ってたっていう、あ、そうですね、そうですよね。まあ、でも一生懸命だったから、その時は別にそんな、あ、なんだろう、あ、そ、一生懸命だったから、今振り返るとこうやって、はあ、なんかすごい、なんだろう、そう感情があれだけど、その時はもう一生懸命だから、あんまそんなこうなることもないし、うん、ちょっと待ってください、ちょっと私ハンカチが、はい、バッグのその、はい、分かんない、すごい、分かんない、すごい辛いんですよ、あそこらへん。ちょっとじゃあ置いて直しますか、うん、すいません、なんかいいそこらへんつらい、うん、どうぞこっちに、はい、悲しかったんですね、いや辛かったんですね
ほら、あれ辛いよ。思い出すと本当辛い。いろんなことが、その時のなんかよくわかんない女がいたこととか、なんかそういうのが全部出ちゃって、なんかもう腹立つわみたいな。なんで我慢してたのかって思っちゃいます、今思うとね。そんななんか。これ違う。まあ、じゃあちょっと話題を変えまして、はい、才能がある人は、まあ、横にしてそうですけども、うん、才能があるがゆえにその欠落した部分、足りない部分っていうのも結構あるんじゃないかなって、そうですね、思うんですけども、それ一緒に暮らしてて大変じゃないですか。そういうの、いや、もう仕方ないんだろうなって思いますよね。それだけそうやって自分の好きなこととか興味のあることにこうまっすぐ向かってる人は、なんか別に本人が覚えておかなくてもいい、例えばその道順とか、どっかに行くための道順とかは誰か他の人が覚えておけばこと足りるじゃないですか。そういうことを見事に、その頭からこう志保さんの場合、そういうことを見事にこうもう頭に残しておかずに、こうやって自分の好きなことをいっぱい入れてるから、それできるってすごいなって思って。家事とか料理とかされるんですか？しないです。しないので、そういうの全部そっちに回ってるだなと思って、うん、それ洗濯機の回し方も別に覚えようとしないから、うん、覚えようとしないし、やろう、別にやるわけでもないから、そうですね、それ覚えるぐらいならね、とか炊飯器の使い方を覚えるぐらいなら、まあ本とか読んだり映画見たり、まあしてるし、してきたんでしょうね、うん。まあ、一人暮らしの、ね、時代もあっただろうから、洗濯ぐらいはしたかもしれないですけどね。いや、うん、一人暮らしがあったとしても多分やってくれる人がいたと思いますよ、いつも。誰かが仕方ないなって、うん。夫婦喧嘩はされるんですか？最近はあんまりない、うん、でも、うん、昔は、そうやって飲んで帰ってきて、ずっとその飲んでた場所の延長でずっと私にも喋ってきてた、夜中に。でもちょっと私も眠いし、でこうその言ってることに対して私の意見を述べたら、もうそこで喧嘩になったりとかして、別れるみたいなこと言い出して、すぐ別れるって、そんなんで本当別れるかみたいなこと。日本の方ってさ、クラシックまで手出さないよね。ジャズとかロックはロックでしょ。映画評論家だけもう全部やっちゃうんだよね。で、映画もなんかそういうジャンル分けした方がいいわけ。絶対した方がいいよ。ホラーなんかお前わかるかと言いたいやついっぱいあるし、なんか手広く。じゃあその場合、そのシーンはどこにどういうカテゴライズすればいいですか？だから難しいけど、俺は別にわかんないけど、とにかく見ててイライラする。もうその3点、もうこれその映画、お酒どうします？お茶なんですか？お茶なんですか？でもその3ってもうその3じゃないじゃあ俺はもう部外者なんで、映画の言えばそういう、本当にさっおっしゃる通り部外者なんですよ。そういう関係ないんで、僕の映画は僕は僕ですっていう。でもこの人はちゃんとジャンルものを撮ってるから、船を編んでる人はヒューマン系だし、今その純文学的な人って誰だっけ？純文学で川瀬奈美とか是枝君だね。一応純文学に、ああいう人って入れないといなくなるから。
純文学これだけ入れないともういないから。これでさはでも純文的な人ですけどもちゃんとこうメジャーにも行こうとされてるみたいな。川瀬直美はもう完全に純文でそこにこう、まあ、そこに鉱脈を、まあ、入れちゃわないとね、あの人も入れないともういないから、ね、うん、まあまあ二人は勘抜けと言ってもいいんだけど勘抜けですよね、まあ勘抜け純文、まあとにかく純文学映画の純文学もう今ないな日本は。ラス・フォントリアみたいな人がいないから。小野さんでもずっとラス・フォントリアって言ってる。これ実はラス日本ではラス・フォントリアの分野今無理なのよ、お金が集まんないから。ラス・フォントリアは日本映画に比べても最高に面白いねと思っちゃうの日本版。 あんなもんないから日本に、ね、だから日本映画ってことを考えればめちゃくちゃ面白いよ。そのレベル高いレベルだから。でジェシカラン日本あの映画評価なのさ日本映画つまんないって言ったらその口も乾かないうちに俺とかけなしたり船アームを褒めたりして前は一体何者なんだと言ってんの。ピカソの絵を落書きじみているって言ったその口でめっちゃ赤富士を綺麗に描いた江戸時代からあんまり変わらないタッチの絵をこれはきめ細かい絵だとか言って褒めてるようなバカンドムがいっぱいすぎて。ただいま午後3時となりました。立ち入りの時間は午後4時までとなっております。帰りの支度をしスクリーニングを受けてお帰りになられますようお願いいたします。第1日目これ撮影で緊張はしないんだけど今日はちょっと緊張してるね。すごく緊張してます。どうもこの度はよろしくお願いします。すいませんちょっと奥さんのちょっとセリフがまあまああるんですけど。お父さんもまあセリフちょっとだけあるんですけど。すいませんまあ普通の日常会話なんで大丈夫です。場所で撮っていただけるっていうのは記憶に残ることなので嬉しい、悲しいんですけど嬉しいっていうのを見た時にああそこはあそこで撮ったんだっていうのが残るので、うん、それはありがたいかなって。前のね希望の国もそうでしたよね。そこまでね、なるほどね。二日分涙こぼしたけどな、うんうん、だんだんと薄れていく中で、そうだよね、うん、いい場所で、あれ見てやっぱりな、恋子だったっていうのを、そうだよね、そう思い出されるし、うんうん、まあ、そういうのが飛び出してきて路上に転がれ、うん、マネキンちゃんの一体ぐらいはあそこに置いとくか。タイヤがどっか転がる。やってきた、やってきた時にタイヤの落ちたとこ見ていて、例えばここに落ちたらこうやって止める時にこうやって
こうやって止めて下ろした。ほんでちょっとタイヤを手にしよう。でボーンと落として、で戻ってきて荷物を、そうする。よーい、はい。カットカット。カット、もう一回行こう。スタート。あんまり良くない、ごめん。もう一回。カット、もう一回。よーい、はい。はい、カット。はい。はい、カット。あと1回だぞ。はい、よーい、スタート。こちらは東海盛岡高校です。全然変わってないですね。ああ。もう3年前、うちの辺と同じ。この辺は全くあれですもんね。掃除してないですからね。そうです、うん、全然手つかずだったの、うん、なんか風呂ですよね、嫌です。あ、そうですか。ああいうの見る。あ、船とか、うんうん、船なんか風呂に乗っかってましたからね。でもあれなんか周りはあのね、植物がいっぱい生えて、あ、なんかだいぶ泡立ちそうですね。これはね、荒れてる象徴なんですよ。あ、そうなんですか。あの、セイタカアワダチソウつって、ええ、手かけらないとこはみんなこういうあの黄色い花咲くんですよ。ああ、うん、あ、これ荒れてるなって。あ、そういう象徴なんだ。そうそうそう。あ、だからもう黄色くて綺麗ですけどね。そうですね、うん。じゃああの辺ももうダメなんですかね。あ、これはダメですね。あ、全くダメ。まあ、あれもダメ。あ、うん、生えてないですからね。そうですね。あ、松は強いんだけども、いや、うん、あの日曜日に、うん、あそこ周りでみんなで穴を掘ってこうバックフォーでやって活性炭入れたり栄養剤やったんですけど、もう去年あたりから芽が出ないんですよ、うん。なるほどね。まあ、よろしくお願いします、今日は。ありがとうございます。あ、何や、農家やってらっしゃるんですか。そうです、あの、退職して、あの、なんていうかな、35年、6年ぐらい、うん、あの、半導体関係の、あの、日立にいたんですけど。あ、そうなんですか、うん。で、あとは農業やってます、うん。有機農業ね、ようやくあの軌道に乗ったっていうのかな、うん、乗った頃くれなんで、あ、もう全然、あ、もうダメだ、ゼロ以下だ、あ、立ち上がれない、何やっていいか分かんない、うん。今どちらにいらっしゃるんですか。鹿島です。鹿島のあの、うちに、うち実家ですか。そうです。あ、そうですか。そう、スーちゃん、いい映画になるかな。え、いい映画になるかな。自信がない、自信がない。
慎重に考えなきゃいけないなと常に思ってるよ。だから原発の人とあの被害者っていうか、まあ被災地の人がこう一緒になってボランティアであのスタッフやってるっていう図は非常にいいなと思ってるね。でね、あのロケ地に来る 前にさ、あのなんだっけ、あの制作の女の子、あの奥津さんがこうドライブやってる時に、後ろで東電の人がすいませんでしたって言って、佐藤さんがね、あのあのなんだっけサンモールの人に本当に今回はすいませんでしたってずっと謝ってたの。ほんで奥津は運転しながら涙を流してたの。ほんでいいんだよサンモールの人が、もうなあの謝ってくれるな、そんなこと言ってくれなって、こんな機会がないと、謝る機会がなかったんで本当に今回は本当にありがとうございます。この機会をチャンスがあって、あのサンモの人にあの人に謝れて、本当に本当にこの機会があって本当に今謝ってるっていう感じでやって、やめてくれっていう感じで、そういう裏側のドラマがあって、そしたらその後は2人でこうよいしょってレールを担いでね、はい、うん、最後あのサンモの閉めるときはあの右と左の自動ドアをさ、本当ですか、そうなんだ、閉めたよ、俺見てたもん閉店の時、二人がね一斉に東電原発とサンモールが一緒に閉めたの、お疲れ様でしたって自動ドア、すごいだなと思ったよ、そこは押さえとかなきゃ、そんな俺がタバコ吸って海眺めてるとこじゃなくて、そういうとこなんだよドキュメンタリーっていうのは。じゃあ行こう、はい、おやすみ、お疲れ様でした。はい、カット。バスとかで、ちょっと手を上げます。メンオブザイヤー受賞した。メンオブザイヤーすごいですね。今年の顔になっちゃう。2014年の顔です。ジブリのとオグリシュン、オグリシュン、ルパン三世、劇団一人。劇団一人は何なの？まあ俺も言われない、人のこと言えないけど。それが一旦に来る。劇団一人は映画監督枠だったらしてでも総さんはお笑いをそれは名誉だな。はい、ありがとうございます。その監督はどうでしょうか、一文字。亮ですね。この亮という意味は、質より量ということですね。質を考えていると前に進めないんで、とにかく前進するために量産する。量産する中で、なんか偶然いいものができればいいなっていう、そういう考え方で、やってきました。忘れ
走れサライバーと違う。でも童貞にとっては全て冒険なんだ。童貞は何でも冒険なんだ。高校時代童貞だったから童貞じゃないから。高校の時にデートした人間はもう俺の感覚は分からない。ロッカー、ロッカー、ロッカちゃん、変わり者の妹だ。変わり者だ。僕よりもずっと変わり者だ。それは本当に僕よりずっと変わるんだよ。その言葉通りだとしたら相当です。いやいや本当にあの要は何ていうか社会性がないと。そのさんよりもない。あ、俺なんかまだいや俺結構社会性の塊だな。ほらこれこれだけノックしても何の音沙汰もないけどこれがうちの妹なんだよ。これもうじきあと来月にはもう取り壊す。で取り返します。もったいないですね。でもなんかちょっと。もったいなくない。全然もう。本当に。もう早くなくなってほしい。あ来た。どういう？カメラ。何の？映画。映画。こんにちは。あ、これがない。暗いね。カメラつかないでしょ。これが中学の時に作った俺のサメ。上手もっと歯があったんだけど歯があったんだけどなくなった。歯はあったんだけどなくなった。これちゃんとまとめといてあげたよ。これあ懐かしいな。これ全部懐かしい。この全集も懐かしいな。これ怖いやつだ。あ、電気つける。超懐かしい。手塚治虫だらけでしょ。これは何？これはもう俺は手塚治虫の死ぬ時があったの。小学校6年目、うん、あった。これ虫プロの貴重本で、今だったらあの持ってくとこ持ってけば、これはすごい高いよ。火の鳥、うん、このいや虫プロのやつ。虫プロです。虫プロのっていうか手塚さんも自身自社が自費出版したやつだから。この
ライオンブックスとか。いや全部虫プロでしょ。へー、虫プロで出してるやつだから。これもアポロの歌。うん、それもものすごい貴重本。分かってないよね。なんだっけ。ね、もっといっぱいあったのじゃない虫プロ。あ、おばあさん。あ、ひいおばあさん。ひいおばあさん。肖像画なんだ。肖像画。あったこともないね。図書館ってそんなパンフレットとかいる？知らない。パンフレットすごいな。すげえ湿気。湿気ってハビ。売りつけられた漫画どれ？売りつけられた漫画。これもすごいですよ、こういうの。僕も小学校の時に書いてた。すごいな。小学校2年生の友。本当に2年生ですか、これ。2年生ってどんな？付録2年生大セット。怒りは違うんですけど、2年生でしょ、明らかに。2月号の付録のお知らせ、西城秀樹のポスター。いいね、いいね、素晴らしい。一番人気あったでね。で、これをこっちに売ってたね。いくらいくら売れ買いだ。あるよ、30円。これ安い、良心的だね。さっき240円。いや、もっと高いな。だって800円もかった。園さんは優しいお兄さんだったんですか。いや、あ、優しいっていうか、坊や兄弟の手をなしならなかった。なんか結構年が離れてるので、5つ離れてるから、あんまり、ま、あの小さい頃は対等な話はなかったっていうか。まあよくでも遊んでくれましたよ。自転車乗せてもらったりとか、あとまあさっきの漫画とか、ちょっとお金払うけど、あの売って読んだりとか、お兄さん書いたものにお金払って。そう、これはこれそう、これは分からん、何が変わってる人っていうわけでもなかった。いや、でも高校ぐらいから変わってるかなとか。ちょっとこれ東風の、あ、東中の時の文集。ああ、それすごかった。なんで。いや、見て、うえー、すげえと思った。あの中学の、そうだ、なんか、いや、あの猫のことを書いてあったじゃんね。クレオパトラどこだったの。これ、線画したのとか、うん、あ、線してるとこ、猫のことが、猫の死んじゃったことが書いてあって、うん、で、ヒューミーってこれこれ、ああ、これで、いきなりこう1とかなってるじゃん、1、2、3、4ってこうやって書いてあるでしょ、多分一人もいないと思う。すごい、あの映画的、うん、すごいな、あの愛のむき出し的な。いや、もうこの時からそうなんだ。この時がだね、1があるんですね。もしもの中学2年生の頃ね、もしも僕の好奇心があともう少しでもなかったなら、っていうつかみを入れて。中3、2年生、中学中学2年生すげえなと思って、うん、畜生ってタイトルもちょっと変わってるし、すごい、ね、うん、で高校2、3、4だって、4が死んだ、うん、で最後にタイトルが出てくるって、もう完成してんだ、これ。すごい、いつからこんな、もうこれは天才だなと思って、ね、小学校2年生だもんね。きっとこの頃もうちょっと持ち上げてもらえてたら特に小説家になった。違う道進んでたね、多分ね、小説ですね、多分小説家だと思う、うん、でも全然誰もこう生やしてくれない。でもこれに出てるっていうことは、そうそう、一応持ち上げられてる、うん、これ選ばれてる、違う、もっと環境が、あ、前の人たちが、親とかが、やれよ、頑張れよって言ったら、もう、もう小説家に、ああ、そっちの方がよかったな。なんで。あ、園様、はい、はい、すいません。
今でも残ってるかどうか分かりませんけど、一時期ハテナでその3を検索すると自主映画バカ自主映画サンバガラスっていう風に上がってた時があるんです。でそれはソノシオンと、監督失格とかを取った平野克行、それから、プロパーではきちんとした映画は発表してませんけど藤原翔っていうのがいて、でその3人がすごく過激な映画を作るやつらっていうことでその頃注目を集めてたんですよね。まあその3は基本的に、言葉の人なんでこうモノローグをベースにした映像作りをすると。で平野克行っていうのは、漫画家から映画に移った人なんで絵作りから入ると。で藤原翔っていうのは俺ブルース・リーになりたいって人なんでその廃墟であるとかダムであるとか至る所でとにかくこうクンフーをやってるって。そのシーンは本当は90年から93年までの間にかけてブレイクしなきゃいけない才能だったんですよ。もし地獄でなぜ悪いとラブ&ピースと、まあ、今度のひそひそ星が90年代にやっていたら日本の歴史変わってましたよ。間違いなく変わってた。ただそれに反応するようなプロデューサーがいなかった。当時はそのシオンのことを買っていたプロデューサーもいますけれども、みんなお金がなかった。でそういうところも含めて条件が整うまで二十数年かかった。でこれは僕は時間かかりすぎだと思いましたね。アトリエってこういうことか。どう何やってんだろう、そうさ。まあいいじゃん。絵を描いて、個展もやりたいなと。あの子本当お金なくて、はい、大体声かけるってことはこの人が酒飲みたいんだろうかな、はい、みたいなね。じゃあ行こうかみたいな、ね。でわざわざ高円寺にね、住んでる高円寺まで行って、はい、で高円寺で酒飲んで、はい、で今日は50万円払って。はい、この人アル中だよなとか。アル中ですよ、ね、だからね、うん、今聞いてて思ったんだけど、安岡さんの声っていうのはさ、やっぱり20年前によく聞いてた声なんで、そうだそうだ僕その都度偉そうなんで開かれてなかったと今思った。今、うん、自分今安岡さんの声を聞いてる時の意識っていうのはすごく開かれてて、うん、安岡さんの一つ一つの言葉を、うん、体、肉体的に認識するんですよ、うんうんうん、でもその頃の僕っていうのは、うん、いや、別にこういうのもあるぜみたいな言葉の方が強かった。安岡さんの言葉も分かるけど今の俺がいるぜみたいなの、うんうん、あったね、あった、ね、あったあった、うんうん、だからそれが安岡さんの言葉を弾いていくのよ、うん、だそのね、弾かれることがこうあれは全く面白かったね、うん、非常に面白かった、うん、あ、そう来るかみたいなね、うんうんうん、作ってる間面白くしようっていう意識があるんだけど、その面白くしようっていうのは、うん、褒められたいじゃなくて面白くしたいっていうだけなのよ、うんうん、それでそれは正直破壊とつながってて、日本映画の枠なんかどうでもええわと、うん、これがヒットしようが姉妹が、年末評価されまいが、うん、そんなことよりももう破壊の果てに面白いことが待ってんじゃないかっていう意識しかなくて、そこまでのスタンスはやっぱりあの頃持てなかったし、うん、やっぱり金もねえしさ、名誉もねえから、いやでも基本的にはねそこはその精神ってそんな変わってない気がするよ、うん、だってね、部屋のね話を最初にもらった時にさ、うん、こいつ一体何考えてんだろうと思うね。これほら刺繍じゃない、うん、ね、二十何ページかの刺繍が台本でね、一、はい、行、一ページ一行ぐらいだね、部屋。そうそうそう、これ刺繍だと思いながら、これ映像に置き換えたらどうなる、うん、新一、男が立っている、そう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 後継一、後継一、その後新じゃなくて後継一って感じ、
でそれがまたねこう刺繍のようなくしちゃいました僕あれね俺あるよ多分ねしまってあるからね出すの大変だけど半分の中入ってるよでさあれ見た時でこれまあ面白いなと思ってね最初花嫁やった時あこれ映画ってこれ最高に面白いなと思いながらでもこれどう引っ張っても30分かなっつってそのと会って話したら90分ですっていうかえこいつ何抱えてるんですかそのあれ粒子だもんねあれ粒子っつったんだよなんかね粒子がこうああこいつフィルムかかってんなとか思いながらね粒子かみたいな、うん、でモノクロにするからこう粒子しか見えないよねで長回ししてるとその粒子がこう雲が動くと粒子が揺れるみたいなね、うん、看板が揺れるとこう青やないや青だけどね俺はねお前の人生終わるぞっていう映画じゃないですか。だから自転車と駅でちょっと上がってアミューズとか企画書なんか面白いその、うん、なんだ霧島やめあのなんとかやめるってよみたいな映画撮りませんかみたいなこともあったにもかかわらずそれをその粒子の中に風紀が見えるなんて映画撮ったらもうみんな修行して二度とこいつから近寄らないしようってなる10年がチラチラ見えたはずなのにその部屋を撮ったおかげでまあいろんなおかげでその後10年間あの科目を強いられたっていうね、うん、あのいや何かあそんだけの価値あったと思うのはそうだね。そういうそうですね。そうそう。実験の時を作ったんです、ね。そう実験の究極の実験しちゃったから、うん、みんなあの会社がみんな僕には話を持ってこなくなってその間に書いたのが地獄で謎ありっていう台本と今度のラブ＆ピースとか、はいはい、そういった映画も全部当時に書いた台本なんですけどね。うん、それがこう今になって花開いて、そうだね、バッドフィルムもあの子撮り始めてたもんね、うん、どうしたもんね。結局全部はまあ言っちゃえばうまくいったと、うん、言うんだけど、うん、よく耐えてよかったなと。うん、あの後さ、うん、僕もう撮れないの我慢できなくて、アトーンの16ミリのカメラを買って、うん、中古の、うん、でお家で充電して、はーって朝。ね、2時間ぐらいしたら天井が雲になってて、うん、んイマジンな感じみたいな思ったらアトムが発火して、うん、あのチャージあの充電してた、うん、これで、まあ、全焼ですよね。あ、燃えたもんね。燃えたマンション全部燃えて、その時に映画の神様って、うん、絶対俺にはいねえなっていう意識があったけど、そこでやめるかやめないか、いややめないっていうね、うん、あれはね、本当に自分の中の人生の岐路ですよね。うん、だからアリガで働いて買ったカメラが燃えて、うん、家もなくすって、絶対映画やめろっていう暗暗人にも思えない子もないから。そうよ、だから逆よ。そこにね、映画の悪魔が訪れた。映画の悪魔、そう、僕が言いたかったのは、映画の神様はいないけど、映画の悪魔がいたっていう。なんだ、願い事かけるのは悪魔だったんだっていうね、神様なんかに願ってたからダメだったってことに気づいたね。うん、まあ、この後、また安岡がなんだよとか言って、これ何みたいなこと言われてさせて、あ、そうだ、DVD が見当たらない、あーと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 、ちょっと緩い女がいいっていうのは僕だよ。もうここいいよ、もう飛ばそう。もう細かすぎて。いや、結構いい。俺、楽しいな。いや、ここで、ほら、いや、ちょっと、もう負けまして。
もうこのシーン、ほんとこのカットいらない。あ、よかった。あ、さっきの釘を落ちるシーンね。あー、なるほど。はい、後ろよりも前が来る。はい、はい、もらいました。お願いします。仲良くなったシンパシーができるようになった、なんていうかな、こう共有してるものっていうのはなんかあるんですか。やっぱ友達ですね。友達感が半端ない。その表現とか思考の向こう側へ行こう、向こう側へ行きたい、見たことないものが見たい、知らなかった世界を見たい、そしてみんなが幸せになってほしいってことを考えているんじゃないかなって、その思うんですよね。みんなのが幸せっていうのはそういうチープな感じじゃなくて、なんかでもそこにその3の映画ともすっごいあると思う。果てしない優しさが超クレイジーなんでしょうね。その3のことをいつも私が人に言うのは、ものすごくまともで全てが狂ってる。あと何年かかるか分かんないけど、ハチ公はあそこで待たして、全員戻ってきたら、まあ、その待ち合わせ場所として機能する時が来ると。だからそれまでハチ公はそこで、待機すると。福島のことはその3の中で表現として終わらせない。終わらせないっていうか、終わらしたいですよ。終わらしたいというか、別に何とかな、別に続けたいっていう欲望はないんだけど、どうしてもそこに行っちゃうんだよね。それはまあ別に使命ではなくて、義務とかでもない。ただ表現として今何をすべきかってことを突き詰めると、やっぱりそこにたどり着いちゃう。あ、ありがとうございます。これやばいわ。どこまで続くよ。よし、いいぞ、ノリがいい。あ、いい、いい感じの暴れるわ。では、よし、夏場だと1時間で乾くと、はい、うん。朝から今はちょっと試合
ゃなくて、はい、一日がツルツルしてしょうがない。街のどこかが尖ってさえりゃそこに服の袖も引っ掛けてもらいたい。滑るだけの道はどこへ行こうか。一日がツルツルしてしょうがない。街のどこかが尖ってさえりゃそこに服の袖も引っ掛けてもがきて滑るだけの日曜日どこへ行こうか。一日がツルツルしてしょうがない。街のどこかが尖ってさえりゃそこに服の裾でも引っ掛けてもがきて滑るだけの日曜日どこへ行こうか。一日がツルツルしてしょうがない。街のどこかが尖ってさえりゃそこに服の裾でも引っ掛けてもがきて滑るだけの日曜日どこへ行こうか。滑るだけの日曜日、どこへ行こうか。もう本当すべてを捨て去る気持ちで今年終わろうと思ってますよね。すべてを捨て去る。あらゆるものを捨て去って今を旅立つ。
第二章は、もう一回21歳に戻るってことだね。結構前に。21って数字はどういう数字なんですか。いや、21って言ったら、東京に出てくる直前ですよね。あ、だから来年は22ってことですね。なるほど。もう一回戻る。22で。32じゃなかった。32だとちょっと遅いかなと思って。そう、ハリウッドってやっぱり20代なんだよね、勝負は。20超えてからやるのもダメっていうかさ、20で何かやっとかないと。20代でやっとかないと。やっといて、それがプロフィールになるっていうか、みんなが知ってこれ、アトリエに入ってしばらくしてからこのキャンバス作り出したんですよ。2014年7月20日。まあ、もう結構過ぎてたんですけど、それでもやって、2014年8月14日、8月17日、これが飛んだのは11月6、11月8、11月10、10月11日、11月12日で、11月16日、12時22分、0時22分、12月4日、12月11日、2014で、2014年11月29、2015になって、1月12、1月16、2015年2月7日、2月11日、2月17日、2月20日、まあ、飛んで5月27日の6月3日この後めっちゃ忙しくてなこのままで終わってるって、2月何日があの日ですよ、我々おりました、これ、うん、そのどこか、そのどこか、で、今日なんと2月11日入ってます。これはいい絵とかいい悪いとかそういうことじゃないんです。映画もそうですけど、ここから僕はもうじき7月の20日に行ったの。人間っていうのはいいとか悪いじゃないんです。書いて表現して生きることがいいことなんです。わかりましたか。